今はちょっと難しいんですけどあの、豪華客船の船員さんっていう仕事があって、 その,あの,、まあ、あの地中海とかにそのなんか5,000人とか乗るでかい船とかがあってでそれがこうあの、まあ、お金持ちがこうお金払ってでなんかナポリに着きましたじゃあナポリで何か観光しますじゃあ次にはそのなんかベネチニアに来ましたベネチアで観光しますみたいな感じで,でそのな船の上でずっとその食べ物食って酒飲んでダラダラして目的地着いたらじゃあそこで観光してっていう豪華客船っていうのがちょこちょこあるんですけどであれの船員さんって結構安いんですけどその休みの日とかそのじゃあ,あのナポリ着きましたっていう時はもう自由にしていいよっていうので結構その豪華客船乗ってるだけで世界中安い値段でこう観光すること ができるっていうのがあったりするんですよね。なので割とそのあの外国民の大好きですっていう人がその外国客船の船員さんっていう形で働いて、まあそれであの英語を勉強したりとかっていうのもあるので、なのであのそのなんか日本のここに必ずいなきゃいけないとかなんかあの日本食がないとダメなんだよねっていうタイプの人だと難しいかもしれないですけど、別にあの船の上3ヶ月全然問題ないですっていう人は割と給料もいいのでいいんじゃないでしょうか。あの,あのベーリング海でカニを取る人とかは年収1000万超えるらしいので。 なので、その普通の人で、まあ、その船の上何ヶ月もいるのでやだっていう人が多いんですけど、それがストレスにならないタイプの人は、全然ありなんじゃないかなと思いますけど。